初めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。もうすぐ年末ということで、今回から何本か続けまして、楽器の大掃除っていうのをテーマに動画を作っていこうかなと思います。まず1個目、ピアノの大掃除っていうところから始めたいと思います。ピアノの大掃除なんですが、まあ、ぶっちゃけ言うとあんま何もしていただかなくていいと思うんです。基本的には空拭きささささとしていただくだけで十分だと思います。で、ちょっと汚いぞってなったら硬く絞った雑巾で拭いていただくとか、あとはお店で売ってますピアノユニコンとか、いわゆるその艶出し剤ですね、ああいう系のやつって綺麗にするやつも入ってますのでね、ガラスマイペット的なやつも入ってますので、それをこうクロスにつけていただいてさっさっさと拭いていただくと楽器は綺麗になります。で、基本的にピアノっていうのはもう中はもう見ていただかなくていいので、外だけ綺麗にしていただければ十分だと思います。で、くれぐれも間違っていただきたくないのは、その拭いたクロスで鍵盤とか拭くと鍵盤ツルッとして弾きにくくなりますので、必ずクロスは分けてください。外側を拭くクロスと中鍵盤を拭くクロスで必ず分けていただきたい。この1点だけ守っていただいて、あとまあ水分をなるべく、基本厳禁なんで硬く絞った雑巾で拭いていただくとかね、そういうふうなことをしていただければ基本的には十分、綺麗に年越しができるんじゃないかなと思います。ピアノに関しては正直あんまりすることがないので、日々のこのお手入れで十分かと思うんですが、年末やからってもし気になる方は、例えば上に乗ってる人形をどけていただいてね、さささっと拭いていただくとか、そういうことをしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録とコメント高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それとこの動画の一番最後に出てきますメールマガジンのアイコン、そちらの方もぜひクリックしていただいて、メールアドレス登録していただけると非常に嬉しいです。毎日メールマガジン書いて送らせていただきますので、あなたのメールボックスの端っこにどっかに入れさせていただければ嬉しいです。それではまた次の動画で